パークへご来園いただきまして誠にありがとうございます。ただいまからは和太鼓ゼロの皆様によります演奏をお送りいたします。はじめに和太鼓ゼロの皆様によるコメントをいただいておりますのでご紹介いたします。和太鼓を通し自分たちの熱い思いを伝えたいと2004年愛知県岡崎市を拠点に結成しました。日本の伝統文化である和太鼓の生きた音を伝えたい、人々の心の奥深くに響く和太鼓の本当の音を届けたいと現代的にアレンジされた楽曲などを取り入れ思いを伝えています。現在は年に一度のコンサートホールでの自主公演、各種イベントに参加し活躍しています。それでは早速始めていただきましょう。皆様大きな拍手でお迎えください。
うん、今度来たらお座したらもう来たらみなさんこんばんは。こんばんは、今日はね、ようこそ、中秋のあかりまつりということでデンパークの方へようこそお越しいただきました。今日はね、この素晴らしいステージと素晴らしい明かりとこのね、秋の夜風の気持ちの中、皆さんと共に楽しい時間を過ごしたいと思ってやってまいりました和太鼓ゼロと言います。どうぞよろしくお願いいたします。お昼のね、夕方かな、4時半のステージに続いて2回目ということで、まあもう今日は余すところなく全部出し切って、このお祭りと一緒にね楽しんでいこうと思っております。ちょうどさっき、お昼のステージにもお話しさせてもらったんですけど、この安城市にはね、まあ、今日僕たち太鼓で演奏でお邪魔しておりますけども、もともと地元に、根付いている伝統芸能のお囃子の太鼓チャラボコ太鼓っていうのがねあると思いますけれども、この来月かな、10月の26日、第4日曜日が桜井神社でねあるそうなんですけども、多分この中でもその多分地元ですのでね、チャラボコ太鼓桜井神社で叩くよっていう方いるんじゃないですかね。見えます？お昼の時はね2人ほど見えたんですけどね、ちょっと夜皆さんの方が残念ながら暗くて見えませんけど、まあ和太鼓もともとは、そういった地元のお祭りなんかでね叩かれることが多かったですけども、最近は、楽器として、いろんな演奏スタイル、また太鼓って言ってもいろんな音がありますし、いろんな演出ができますのでね、そんな太鼓の魅力を少しでも皆さんに感じていただけたらなと思って私たち活動してます。続いての曲は、屋台囃子という曲です。これはですね、先ほど見ました安城にもある、お囃子のお祭りのように、埼玉県秩父地方に伝わる、伝統的なお祭りで叩かれる太鼓です。今日はね、まあお祭りですのでね、そういったちょっと雰囲気を味わっていただけたらなと思いますね。私たちの太鼓の音に、少し体をこうゆらゆらと揺らせながら、楽しんでいただけたらと思います。お聴きください。屋台囃子です。
しばしご観覧を。はい、ありがとうございます。屋台囃子を聴いていただきました。虫の鳴き声やら、月が見えますかね、今日、ね、あの皆さんの目の前にはね、素晴らしい竹の明かりと、後ろにはね、竹灯籠の明かりが、ありますけれども、この後ろ、ステージ後ろに高さ3メートル、横幅が何メートルですかね、この横幅13メートルぐらいあるそうなんですけれども、岐阜県は鏡ヶ原市にあります新田不動明王寺さんというところで、毎年ね、夏に竹花灯籠祭りというお祭りが開催されていまして、その新田不動明王寺さんの竹灯籠祭りの時に作っていただいた、素晴らしい、竹の灯籠にろうそくの明かりを入れていただいて、このような素晴らしいステージを組んでいただきました。また両脇を飾っておりますのは、キャンドルアーティストの加藤慎太郎さんによるね、素晴らしい作品が彩られて、僕たちはこの与えられた空間で、ね、素敵な今年で演奏させていただいているだけで本当に感謝感謝でありまして、何かこの空間と一つになった演奏をお届けしたいなと思ってやってまいりました。せっかくこれだけのね、素晴らしい明かりがある中で、この今先ほどね、点灯式、私もちょっと太鼓叩かせていただきましたけど、僕たちのステージのために、照明をつけていただいてますけど、その照明があるとね、せっかくこの明かりが映えませんので、ここでね、一旦照明をね、落としてもらおうかなと。点灯式ならぬ、何ですかね、消灯式ですかね。消灯式っていうので、ちょっとやりたいと。皆さん掛け声で54321という大きな声をお手伝いいただいてもよろしいでしょうか。きっとその後に素晴らしい景色が浮かび上がると思います。それではいきます。大きな声でご唱和ください。5からいきますよ。せーの、スタッフの方ね、電波区のスタッフの方が中にこの後ろの竹灯籠の中に入っているろうそくも全部手作りされたそうです。で、またこのステージ以外にもいろんな、ね、方が作られたアーティストの作品っていうのも並べられてまして、私たちもこのお祭り、去年と2回目なんですけどね、すごく楽しみにしてやってまいりました。あっという間で次の曲が最後の曲になってしまいますけれども、この素敵なステージの元最後の曲、誕生ノヴァ、2曲続けてお聴きください。
Thank you.
駅までの距離があると思いますので、今から僕たち一生懸命太鼓片付けますので、そしたら明かりも落としていただいて、皆さんね、どうぞあの素敵な明かり近くで見ていただくとね、もっとね素晴らしい明かり感じていただけると思いますので、まだまだデンパークの夜を続きますので、ごゆっくりお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。和太鼓ゼロの皆様によるステージを終了いたします。